皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。2017年9月も夏巡業に出かけるぜ、おーえーというお知らせ動画でございます。といっても、まあ、なんかこう、ね、関東は9月に入ってからなんかやたら涼しくなってしまって、もう夏というか秋に近い感じはまあしなくもないんですけど、まあでも9月は秋っていうには早いから、まあ、ごにゃ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 、まあそういうお知らせ動画でございます。どうもこんにちは、滝沢でございます。前回、前々回と、歌いストとして石川のみそさんと一緒にこう回っておりましたけども、今回9月に関しては僕一人で、滝沢勝さん一人で回ってみようかなと思っております。なので、5月、ゴールデンウィークの期間に新宿も名古屋も大阪も行きましたけれども、今回は一人として、ソロとして、また東名阪というわけじゃないんですが、東京、名古屋、大阪回ってみようかなと思います。ぜひ遊びに来ていただければというお知らせ、動画でございます。2017年9月の22日、新宿。スタジオはおなじみのスタジオノードさんでございます。時間はちょっと早くてね、大変に申し訳ないんですけども、4時45分から45分間という感じです。ごめんなさい、スタジオが撮れんかった。で、翌日の23日に関しては名古屋、こちらもスタジオはおなじみの東山公園駅直結の、スタジオ2463、名古屋2463。時間はごめんなさい、これも予約は取れなくて、ちょっと遅いんです。4時45分から45分間という感じです。翌日大阪に関しては、大阪、心斎橋ですね。具体的に言うと心斎橋。ベースオントップさんの、オリーブスタジオで、6時15分から45分間という感じでございます。で、ベースオントップさんに関してはね、心斎橋とか雨村付近ってこう結構たくさん あるんで、その心斎橋店とか東心斎橋店とか、なんか雨村店とかいろいろあるんですが、心斎橋店のオリーブスタジオなんでお気をつけください。心斎橋駅から一番近い、ベースオントップさんです。ちょっとお気をつけくださいませ。そんな感じでございます。で、それぞれ、スタジオの時間とかを聞いて、おう、ちょっと面白そうじゃないか、行ってみようかな、なんていう方、ちょこちょこいらっしゃるかと思うんですが、まあ、ちょっくらお願いがありまして、一番、本当に守っていただきたいお願いが一つ。いや、二つあります。一つは、あんまり早く、スタジオに到着しすぎても、そのスタジオさんに迷惑をかけてしまうので、できる限りこの時間ぴったりの到着を目指していただきたいんです。一応この時間にはね、そのスタジオの窓を開けてこういつでも入れるようにしておくんですけれども、その30分前とかね、1時間前とかにその到着して、そのスタジオのロビーとかで溜まったりとか、お店の周りとかで溜まってしまうと、そういう近隣住民の方とか、スタジオさんにすげえ迷惑をかけてしまうんですよ。で、それでもう何回かね、その注意を受けたりとか怒られたりとかしてしまって、ご迷惑をかけてしまっていることもたくさんあるので、大変に申し訳ないんですが、付近をこうちょろちょろとうろちょろしていって、時間ぴったりの到着を目指していただけると、僕としてはすごく助かるなという感じです。で、2つ目の、絶対守ってほしいお願いとしては、今回のこの巡業の企画、まあ、いつも毎回そうなんですけれども、そのスタジオさんと協賛してやってるわけじゃないんですよ。単純に僕はその個人的にそのスタジオを借りてやってらせていただいているだけなんで、なので、その、時間何時からですかとか、竹谷さんいつ来るんですかとか、場所どこですかとかって、何時からやるんですかなんて、そういうスタジオさんに問い合わせをしてしまう方が、毎回少なからずいらっしゃるんですが、スタジオさんもね、これを把握してないから聞かれてもわかんないって話になっちゃうんですよ。で、それで毎回、ね、ちょっとこう、これこういうことがあって、あ、ごめんなさいみたいなことがあったりとかするんで、その2つはね、必ず守っていただけると、本当にこちらとしてはすごく助かるなという感じでございます。で、その他に関して、ここからはまあおなじみの話になってしまうんですが、それぞれのスタジオに対して事前申し込みとか、予約とか、あと参加費とかも特に必要ないです。本当当日ね、その手ぶらで、あ、ちょっと予定空いたから遊び行こうかな、みたいな感じで来ていただいて全然 OK です。おう、滝沢は来るらしいぜ。ちょっと一緒に行ってみね、みたいな感じで友達を誘い合わせの家、来ていただいても全然 OK です。本当にもうお気軽に参加いただければという感じでございます。で、そのスタジオでそれぞれ45分間ずつ時間を取ってあるんですけども、何をするかというと、まあ、決めてないというのが正直なところでございます。何するんですかね。よくわかんないです。とりあえず、まあ、その皆さんにそのリクエストとか質問とか聞いて、それにこう順次でね、その一緒にこう楽しい時間を作っていければなと思っているんですけれども、まあ、何もなかったらこんなことしようかなと思っている内容としては、まあ、単純にその僕が、一人でソロギターを演奏する時間、なんかバラバラと、弾きますよということですよ。で、よくあるのが、その皆さんがギターを、ご自身のギターを持ってきていただいて、竹谷さん、俺のこのギターを弾いてくれみたいな感じでパスを受けて、その場でこうね、アンプ繋いだりとか、バーッつって、アンプ繋がなかったりとかして、バーッと弾くような演奏があったりとか、それも結構よくあります。で、竹谷さん、YouTube で上げてた曲を演奏してくれなんていうリクエストタイムももちろん全然ありでございます。で、
まあ、ちょっとこうね、体験コーナーってわけじゃないですけども、そのソロギターを弾いたことがない人、スラム奏法をやったことがない方に関して、ちょっとこう体験コーナーみたいな感じのね、遊びもやってみようかなと思っております。で、他にもね、その、まあ、握手してくれたの、その写真撮ってくれたの、なんか質問があるだの、なんかいろいろこうあると思うんですけども、そういうのも全然 OK です。そのサイン書いてくれとか、もうそういうのも本当も好きにしていただければという感じでございます。で、よくある質問として、未成年でも参加できますかなという話なんですけども、別に小学生でも中学生でも、高校生でも全然大丈夫です。女性の方でも全然大歓迎ですし、初心者、上級者関係なく、老若男女関係なく、もうぜひ遊びに来ていただければという感じです。で、途中からとか途中までとかでもいいですかなんていう話もあるんですけども、全然 OK です。もう本当にもう皆さんのご都合に合わせて、もうどんどん遊びに来ていただければって感じでございますよ。そんな感じです。で、そんな感じでちょこちょこやってるんですが、その交通費とかスタジオ代とかホテル代とかで僕もそこそこお金がかかってしまうので、もしよろしければなんですけれども、寄付をいただけますと、幸いでございますという話でございます。一口1000円とさせていただいて、1000円以上、一口1000円、別にいくらでもいいんですけども、1000円以上寄付いただいた方に関しては、そのピックとね、そのオリジナルステッカーをプレゼントという形で、粗品をプレゼントさせていただいておりますので、よかったらご協力いただけますと幸いでございます。よろしくお願いしますということです。それと同時に、そのステロキッチンの CD とか、歌い室の CD とか、僕のソロのその CD とか、そういった物販も、たくさん持ってっているので、まあそういったものもね、その求めいただきますと、僕としてはすごく嬉しいなという感じでございます。ぜひその辺もご協力いただけますと幸いでございますということです。そんなもんかな。なんか言うことあったっけかな。まあもし何かありましたら、全然お気軽に Twitter とかでも、メールとかでも、LINE とかでも構いませんので、お問い合わせいただければという感じでございます。本当に事前申し込みとか特に必要ないんですけれども、まあ、もしよろしければ、ツイッターとかで、ね、行きますよ、名古屋行きますよとか、新宿行きますよみたいな感じで、一声かけておいていただけると、僕としてもね、こういう人来るのかっていうふうに分かりやすいですし、あと何気にその、僕の方にこうリプライ飛ばすと、その皆さんがそのリプライ飛ばしてくださるじゃないですか、ツイッターで。リプライ飛ばしてくださると、割とその日、名古屋行きますっていうこういうリプライをしたときに、その名古屋行きますっていうこの人のこのツイートを割とこう名古屋の人たちが見てたりとかするんですよ。あ、こういう人、こういう人来るのか、こういう人来るのかみたいな感じ。意外とそのね、探ってます。皆さんすごい探ってます。なんだ感じ、そんな感じで、そのね、僕に対してもそうですし、名古屋に来る方々、まあ、新宿も大阪もそうですけれども、その会場に来る方々にとってもね、あ、こういう人来るのか、こういう人来るのかっていうコミュニケーションのきっかけにも、なったりとかするので、ぜひ、そういったものを利用していただけると幸いでございます。そんな感じでございます。それでは、繰り返しになりますが、22、23、24、それぞれ新宿、名古屋、大阪という順番で、回らせていただこうかなと思っておりますので、ぜひとも各会場で遊びに来てくださいませ。何か気になることとかあったら、ぜひ、質問を用意しておいてください。で、それぞれの時間が終わった後ね、またまた恒例になるんですけれども、まあ、ちょこちょこね、そのご飯食べ行ったりとかする時間もあったりとかするので、まあ、よかったらそちらの方も、ご利用いただければなって感じですかね。で、私は今回、マチコだけ持っていくと思います。ビルコは持っていかなくて、マチコだけ持っていくことになると思うので、まあ、よければそのマチコも触ってみてくださいませ。こいつですね。ダダン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 。この人。まあ、見たことある方はね、ご存知だと思うんですけども、汚いよ。すっごいよ。ボロボロだよ。本当にもう、びっくりだよ。実物見てみてから、うわ、汚っつって。まあ、そんな感じでございます。何かありましたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ。そして、それぞれ 各会場、事前申し込み、参加費必要ありませんので、本当にね、お誘い合わせの上、遊びに来ていただければなと、たくさんの方にお会いできればなと思っております。よろしくお願いします。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。あ、最後に、当日の行動をいろいろ見ておくとですね、ちょっと面白いかと思いますので、もしツイッターやってらっしゃいましたら、僕のツイッターをフォローしてみてくださいませ。TAKIGAWA、滝沢という名前でツイッターをやっております。各会場でね、ご案内とかもありますし、こういう物販がありますから、ありますよとか、何時からですよとかね、この後会場はどこどこでご飯食べてますよみたいな、そういった案内もするかと思いますので、ぜひこちらチェックしていただけると何かと。便利かと思います。そんな感じでまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイ。